ジキンジキンは、金魚の一品種。和金の突然変異により、クジャクオと呼ばれる、X 状に開いたオが特徴的な品種。本種は日本で最初に作られた品種とされている。ロクリ輪とも呼ばれ、美しい体色を引き出すために、人為的に鱗を剥いだり薬品を塗布するなどの方法で朝食が行われる。和金系の品種ではあるが、体質は弱く、飼育は、 非常に難しいため、市場に出回ることは少ない。三河地方ではずんぐりとした体型で、尾張地方では、笹場のような長手の個体が多い。また、愛知県では1958年に、県の天然記念物に指定されている歴史の古い、金魚である。透明鱗を持つものを、桜六輪と呼ばれるが、市場に出回ることが非常に少なく、入手はかなり困難である。 愛知県の名古屋を中心に飼育されている古い歴史を持つ金魚で終わり半し天の天根坊主によって作出されたと言われている。名古屋城の金のシャチに尾びれが似ていることから、シャチ、また、美しい模様から、六輪、九弱、千王などの名がある。九弱の名は、この品種の特徴的な尾びれの方から、六輪の名は、その体色からである。また、海外では、 尾びれの形が、アげハチョウを連想させることから、バタフライテールの英名が付けられている。六輪模様は、カジヒレ以外のヒレと口の周りを、色変わりが始まった時に行い、朝食をする。指の爪、ヘラ等で鱗を剥ぐことが多く、個体に負担をかけぬ、要数回に分けて行う。また、薬品の塗布は、酢酸等を用いて行い、個体に対する負担は少ない。 色を調色できない個体は、クレナイクジャクと呼ばれ、下ンとされる。青水による飼育で育てることにより個体の色は映える。他の朝食をしない金魚と同様な飼育をすると、胸びれ、腹筋、尻びれが白くなり、その美しさを失う。和金系の金魚では、短命の部類であり、他の金魚との混泳は向かない。ありがとうございます。